買ってみた。あげちゃえ。愛のアクルボンにプレゼントをあげた。もらいます。冷静ね。アイナのポエム、そんなものをあげるんじゃない。黒歴史にしかならない。よし、それじゃあカネピョン、よし行くか。はい、2匹ってことは1000ゴールドかな。よし、最近マイペースな科学者とか最悪よね。いや、早く発明しろやって感じです。いけー、ライトニング。爪を研ぐって何やった。爪を研ぐってあれか、あのなんか攻撃力をため寄る的な感じか。そしてその間にみんながやっつけていくと。貯めただけだった。やったね。はい、1000ゴールドゲット。これだけで1000ゴールドとかもうめっちゃ嬉しい。お、そしてここでまた再会するわけだね。あの、私の好きな登場の時の音楽が、犬の出たい猫なのに。猫だからなのか。あー危ない。う、泣かないで。大丈夫。あー、二人揃って、で二人になった途端に面白くなるっていうね。これ周りのは水？水の部分じゃなくてよかったね、こけたの。じゃんけんマシーンやりたい、マジで。いや、私確かにルーレットばっかりやけどね。あ、でもルーレットの方が良くない？ねえ。ねえ。お、いいぞいいぞ。ハロウィンカラーのリミちゃん。ほーい。リミネたちの勝利。汗かいちゃったよ。それは、もうちょっとしたらね、きっと。あ、でもそっか。宿屋に着く前に再会するのか。人に会う前にはやっぱりケアをしたいみたいな、その、女の子っぽい感じ。おや、よくお会いしますね。ランプの魔人が、びっくりした。めっちゃなんか敵対心持っとんかと思った、表情的に。うん、封印が解かれましたか。困りましたね。なになになに。おや、そのランプは、めっちゃ覗き込んでくるやん。え、これそれは魔法のランプ。悪いものを封印できます。やり方は簡単。ランプを手にして呪文を唱えるだけ。呪文？はい。呪文は相手の名前です。繰り返し名前を呼んでください。この不気味な動きよ。繰り返し名前を呼ぶ。ええ、あなたならできますよ。よし、やってみせようじゃないか。あれって何？何語なん？言葉になっとんかな？奥で流れおる音楽。ランプの魔人封印できるのか。封印の呪文は相手の名前なんだね。ランプの魔人の名前、なんだっけ。まあ、そのうち思い出すでしょ。そもそも聞いたことあったっけ。ないと思う。いや、私の記憶にはない。一回目はやったはずなんだけどね。私の記憶力よ。お、好きレベルアップ。レベル3、ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、そしておはよう。お、なーに？私がクルミンを。待って、先に会話させとけばよかったね。二人もなんか、話したがっていたのに、私が割って入るという。買ってみた。あげちゃえ。愛のアクルボンにプレゼントをあげた。もらいます。冷静ね。愛のポエム、そんなものをあげるんじゃない。黒歴史にしかならない。悪くない。クルボンはまあまあ嬉しそう。嬉しいの？マジで？いや、あれだよ。弱みを握られた感が。レベル3、ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。さあ、そして、さっきのはリミちゃんかな。だね。はい、リミちゃん。この部屋のルールを決めよう。いいね、賛成。部屋を散らかさないこと。当然だね。部屋のものを壊さないこと。壊さないよ。
部屋を爆発させないこと。私は一体何だと思ってるの？なんで爆発させるのはむしろ科学者のアイナじゃないかな。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？これはあれか、スキルが上がっていきようやっけ。いまいちちょっと把握しきれてない。何がどうなるのか。はい、じゃあ料理で、お任せ。え、リミちゃんが食べよったが、あれ何？めっちゃ人の食べるものじゃないようなものを食べよった気がしたけど。そしてやっぱり、死んでる。はい、それじゃあゲームコーナーで、ルーレット。あー、ボロボロか。ボロボロのローブか。それはちょっと、それはちょっとあれだね。一応コレクション的には欲しいけど。お、HP バナナ1本、ギリギリペア旅行券でもない。HP バナナも1本ゲット。さあ、それじゃあお小遣いで。お、いいね。とりあえず武器の方を。鉄のステッキ。あー、なぜ HP バナナ1本？さっき買ったよ。さっき買ったから。くそー。はい、じゃあミラーさん、フォークの槍。買っておいで。お、ちゃんと買ってきた。やっぱね、なんか悪魔といえばフォーク、なんでなんやろうね、あれ。なんかフォークのイメージあるよね。私だけ？じゃないよね。なんかフォーク持っとるよね。なんでなんやろうな。はい、そして、あ、カジュアルな猫、これめっちゃいい。よし、いいぞ、いいぞ。さあ、何色がいいかな。いや、これはもうシンプルにこれがいいね。オレンジ？なんかちょっと赤茶系の。てか、服がかわいい。はい、それじゃあ、出発。はい、このまま行きます。まだミラさんとクレミンが繋がってないんやね。ほい、それじゃあ行きましょうか。びっくりマークが出たよ、びっくりマークが。さあ、進んでいきます。地下迷宮。一人でやったら絶対入りたくないけど、私には心強い仲間たちがいるので、行くか！私、風になる。あれやん、トモコレのブランコにでも乗ったら多分。ここ、音が響くね。小さな物音にもびっくりしちゃうよ。そうなの？よーし。わー！目の前でやられてもね。あれ？驚かそうとしてたの？それはさすがに引っかからない。後ろから、ドンってやられた方が多分。どっちに進む？右側に進んでいきましょう。なんとなく。足つりそう。走ってた足ってつるの？初めて聞くんだけど。でもなんか座っとる状態から立とうとしたら確かにつるときあるけど、蹴散らないで。全力でやって。激薬フラスコー！全力でやってたら多分もう一匹もやっつけれてたよ。おーい。その緩い感じいいと思うよ。結構頑張ったね。蹴散らなかったら多分もっと頑張ってたんじゃないかな。ゴブリンのハム、お、ジョーゴブリンのハムゲットやったね。いいやん。やる気満々。そうだね。めっちゃ冷静に返されるよ。はい、次も右に行きます。ひたすら右に行きます。世界って美しい。わかるわかる。そこで意気投合。はい、宝箱あげます。220ゴールドゲット。お金大事。これでね、出発前に使った分のお金が全部取り戻せたらいいんやけど、そこまではちょっといけないから、いよいよかな。のんきだね。ひたすら右に右にって言ってるのに、マップ的にはなんかちょっと戻ってきてるんだけど。お、激薬フラスコ。今度は全力ね。これ見た目的にも変わっとんかな？なんかちょっと巻き散らす激薬の量が少ないとか、ない？どうだ？いいぞ、いいぞ。やったー！イエイ。結構頑張ったね。よし。お、そろそろ。着いたー。
はい、おはよう。続けますよ。なにそのびっくりするん。お、そしてあゆなとミラさんが適当に掃除しないで、しっかり掃除してやるね。なに、いい具合に手抜きを。やるね。やってないよ。ほい、そして料理、はい、お任せで。あー、ミラさんしか満足してない。ミラさんじゃない、リミちゃんだ。リミちゃんしか満足してない。みんな揃って死んでたわ。はい、ゲームコーナーでルーレット。ヤギの翼、お、これはミラさんかな、欲しいです。ヤギの翼って言われても、ヤギって翼なくね。え、ないよね、生えてないっすよね。 MP 飴1個ゲット。くそ、欲しいものは手に入らない。じゃあお金で。おお、ファンシーな猫、いいねいいねいいね。ちょ、今のあの感じはちょっとサンリオっぽいけど、これはこれでよき。さあ、どれがいいかな。え、どれも可愛いよね、ほんと。いや、ファンシーどれも可愛いわ。でも私は、これかな？ちょっと濃いめのピンク？なんて言うんやろ、ピンク。これが可愛い。よし。それじゃあ出発しますか。くるみんめっちゃ服変えたがるね。さあ、行くぜい。みんな可愛い格好してるのに、私だけ。私だけやはりボーイッシュな道を進んでいく。さあ、それじゃあ、びっくりマークありそうなのは上の方向かなって感じするけん、上に行こうか。関係ないかもしれんけど。行くか。一緒に走るのいいよね。みんなで気持ちを一つに。はい、上に行きます。今日の服お気に入り。お、マジで？なんで水玉模様、いいよね。さあ、行くぜい。集めといてる。お、珍しくやる気、いいね。やる気出してって。はい、劇薬フラスコ。やる気の時の劇薬フラスコは最強だぜ。ほら、一発、やった。どうだ？この爪研ぎでさ、溜めより力が、これ別の戦闘の時にまで持続しとったらいいのにね。65ゴールド、安っ。やっぱり、弱い敵は安いんだな。はい、上の方行きます。走ったら痩せるかな？でも走ってもな、どうなんやろ、わからん。腹筋とかの方がいいんじゃない？私、靴の中に小石が入ってる気がする。歩きにくいな。だしな。別にそれぐらいの時間大丈夫だと思うよ。猛烈な眠気。確かに急激に眠くなることはある。あ、好きだー。食らうのだ、劇薬フラスコ。イエーイ。いや、ここはもう私の大活躍が見どころだね。楽勝。よし、そのまま進んでて、かけっこ始め、もうすでに一番後ろなんだけど。あゆの様、お、どうも。いやいや、私はどこでもポストマン。あゆの様にお届け物です。誰から？手紙を受け取った。しかとお渡ししましたよ。てかね、こんな地下迷宮まで一人でやってくるポストマン、すげえ。あゆなへ、父が食べ過ぎて心配です。どうか代わりにこれ食べてください。無事をお祈りしています。初音ミクより。HP バナナ1本。ありがとう。ありがとう、初音ミク姫。でも回復しなくていいぐらい回復しよると思うよね、あの王様は。お、助けた人が650人になったので、神の力の目覚め。HP 振りかけ増量。HP 振りかけのサイズが140から160になった。ほほほ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は700人助けること。頼んだぞ。ほほほ。
よし、スキレベルアップ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？慰めるだけで終わらないでね。お、なんか会話多いっすね。仲いいのね、このメンバー。プレゼントを買ってきた。はいはい、なんでしょう。買った。あげる。この横から見た時の尻尾とかの具合が超可愛い。もらっちゃう。おー、シャンデリア。やったー。リミネは大喜び。大奮発やね、くるみ。こういうのを宿屋の中に飾れるようにしていただきたい。じゃないともらう意味ないもんね。結構気になる。なんかこういうもらい物、メンバー間でのもらい物で部屋をなんかコーディネートできるようにしてほしい。二人は褒めるを覚えた。ほら倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。あー、皆さん、リミネを好きなミラがこっそり見ていた。悔しい。ミラークルボンに嫉妬した。マジで？リミちゃんのこと好きだったのか。知らなかったよ。はい、それじゃあ料理をお任せで。おー、めっちゃ飛び上がった。画面から切れていくよ。はい、それじゃあ。ゲームコーナーでルーレットー。ブチ猫手袋。ブチ猫やブチ猫。これは手に入るんじゃなかろうか。あ、これ絶対行く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 。ほらほらほら、来た来た。はい、武器、ブチ猫手袋ゲットー。はい、これはもちろんくるみんにあげましょう。はい、なんか変わった？変わったように見えんねんけど、気のせいかな。はい、そして、お小遣い。くるみめっちゃ服装変える。毎回ぐらい変わりおらん。お、これで、ミラさんとお揃いになるわけですね。ならなかった。ならなかったよ。まあ、でもこういうのね、別のものを買ってきたとして、ちゃんとお釣りは返してくれるあたりはみんな良心的だなと。お、料理を食べさせて魔力をプラス10以上にしよう、達成。そんなのもあったのか。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。